Hello YouTube! Yes! 時間の鬼まむしこと沢重美です。今日は皆さんと一緒にこれをシェアしていきたいと思います。シェアさせてください。ですね、まあ、これは何なのかというと、私の尊敬するロバート清崎大先生の、まあ、中にも書いてありますけど、まあ、4種類の、まあ、お金を稼ぐ人たちはですね、4種類の人たちがいると、まあ、従業員と、自営業者の方と投資家の方とビジネスオーナーの方がいるというお話があります。まあ、それぞれのその人口比率のパーセンテージは大体このようになっていると言われてまして、まあ、それがどういうふうに区分されているのかっていうお話なんですね。まあちなみにロバート・キヤサキ先生の、ね、区分ではここがまあ逆になってるんですが、まあ、私はちょっとここに一味加えてこの区分でいつも説明してます。まあこっち側ですね、まあ俗に言う労働者と言ってもまあいいんじゃないかなと。でこっち側俗に言う資本家と言ってもいいんじゃないかなと。でまあこの労働者資本家っていう言葉はですね、まあマルクス、カール・マルクス先生とですね、フリードリヒ・エンゲルス先生がまあおっしゃられた、まあ資本論の世界の話で、まあ、こっちは俗にプロレタリアート、こっちはブルジョアジーなんてね、あの人はブルジョアだとなんか言われたりしますけどですね、今日はねこれをぜひみんなと共有させていただきたい。これはですねいい考え方なんですよ。ですね、なんでかっていうと、まあ、この区分だけだとああそうなのかって思うんですけど、ここに線を引いてですね、まあ、これ上側と下側でこうゲームのルールが違うんじゃないかと。でどういうことかっていうと、まあ、上側はですね、これは自分が作ったゲームのルールの上で遊んでる人で、こっちはまあ他人が作ったゲームのルールで遊んでる人なのではないかなと。でまあこの前の話でもですね、まあ正規分布の話して、まあまあ努力しないでも勝てるゲームがいいんじゃないんですかっていう話したんですけど、まあ努力しないでも勝てるゲーム、これは自分が作ったゲームで、こっちは他人が作ったゲームだなんていう話を、まあ、しましたけれども、まあ詳しくはそちらの回を見てください。でまあそうですよね、まあ従業員でですね、もうこんな命令は聞いてられないと、もうこれ自分でやった方がいいとか思って、まあ皆さん従業員に、あ、じゃあ自営業者にですねなられて、自分の作った、まあ自分の会社ですからね、自分の作ったルールでまあ仕事をしだすと。でまあいやいや、お金がいっぱいある場合ですね、やっぱりお金に働かせなきゃいけないんだけれども、まあ従業員は当然社長とかですね、そういう人たちが作ったルールでまあ自分の仕事をしていく、まあ公務員だったら国民が作ったルールをですね、まあしっかりときちんとやっていくっていうことになりますけれども、まあ投資家の方とかだと、まあそうですよね、このゲームに参加するには何億円必要ですで、やったら 5% 返しますみたいなルールをですね、ビジネスオーナーの方が作ったルールに基づいて投資をしてやってると。ただですね、まあお金が莫大になってくるとですね、ビジネスオーナーの方もまあ投資家、つまりまあお金に自分が働くじゃなくて、まあお金に働かせるみたいな感じになってきますけれども、まあこれどっちがいいって話じゃなくて、まあこういう区分になっているのではないのかと。まあ、つまりこっちは自分の作ったルールですね、こっちは他人が作ったルールでもですね、これ注意して、見ないといけないのはここからの話です。はい、それでは、じゃあそれぞれの4種類の方々が売ってる商品は一体何なのかっていうところに着目してみたいんですね。商品はと、まず従業員の方は、この方はですね、自分の時間を売っています。商品は時間です。時間を売ってお金を得るっていうモデルですね。で、自営業者の方も実は、これは自分の時間を売っています。従業員の方をですね、まあ、雇っていたとしても、まあ、その方が生産した価値以上のものを生産してくれるんでしたら、まあ、そうではないかもしれないですけど、大体ですね、まあ、自営業者の方以上の価値を生産、その本人以上の価値はですね、生産してないので、まあ大体これに入ると。つまり結局自分の時間を売ってるビジネスになってしまってると。で、こっちはですね、仕組みで稼いでますんで、そちらはその売ってる商品が違うわけですね。投資家の方は他者の創造性を支援する力を商品として売ってます。まあ端的に言うとお金なんですけどね。お金をやってその利回りを得ると。リターンを得ると。その利率を得ると。で、ビジネスオーナーですね。まあ 1% しかいないビジネスオーナー、何を売ってるのかっていうと、その創造性と実行力を売ってるんですね。それぞれですね、そうなってると。
まあ、最近だとマルクス、エンゲルスのですね、ものを、まあ、さらに詳しく言い直したトマ・ピケティ先生のですね、R ダイナリー G っていうようななんか式がありましたけど、まあ、あれはレイト、すなわち、不労所得、まあ、資本がですね、稼ぐ利率はレートで、R はダイナリー、グロース、これは社会全体の成長よりも大きいと。まあ、これが大体一緒だとですね、労働力によって生産される価値っていうのが、つまり時間を売って生産される価値っていうのを、の成長もまあ同じくらいだよってことになるんですけれども、まあ、工程がちっちゃいってことは、資本で稼ぐ、まあ、不労所得的なものの方が、労働で稼ぐ、ものよりも、こう、どん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 大きくなってるよってことを表して、まあ、証明されたのが、トマ・ピケティ先生ですね。まあ、これは、まあ、資本力なんですけど、これはグロースっていうのは、まあ、労働者による、まあ、働きじゃなくて、社会全体の成長ってことを表してるんですけども、まあ、誰がどう見てもそうですね。地盤の時間を売ってる人たちよりも、その、どん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 増えていくお金とか、そういうものを売ってる方が、まあ、儲けるというかですね、社会に対する価値を多く生産してるっていう、そういうことになるわけですね。はい、じゃあ、ちょっとこれを見方を変えてみましょう。いやー、これが面白い。これが面白いと思います。まあ、今度表をちょっと書き直して赤字のところ変わりましたけれども、まあ、この赤字は何かっていうと、それぞれの人たちの報酬の意義は何なのかっていう話ですね。まあ、身も蓋もないんですけれども、この従業員の方の報酬、お給料いただきますね。それの意義っていうのは何かっていうと、毎日元気に出勤するための対価なんですね。だから、例えば1億円稼ぎましたって言っても、その会社で、こう、その利益が、会社が得られて、まあ自分はその、例えば20万円とか30万円とか、その、定額の給料。まあもちろんね、コミッションとか多少あるとは思いますけれども、明日も元気に出勤する。もうやってらんねえよ。もうこの、同じことやって、隣の会社だったら2倍もらってんのにって言ったらそっち行っちゃいますよね。だから、でも、その、せっかくこう育てて、一生懸命育てたんだから、ずっと、やっぱり、会社にですね、きちんと貢献してほしいわけですね。そのための最低限の、まあ、賃金といいますか、それ、出勤するための最低限の、元気に、まあ、明日も来るための対価。これが、支払われている。それを受け取っている方々だと。で、また、自営業者になると、こう、売ってるものは同じく、まあ、自分の時間なんですけれども、労働に対する対価が得られます。まあ自分でですね、5時間働けば5時間分の価値が得られますし、10時間働けば10時間分の価値が得られる。それがまあ自営業者の方々なんですね。で、じゃあこっちの資本家の人たちは何をやってるかっていうと、この投資家っていうのは、その価値生産に貢献した、その対価。貢献した、価値生産に貢献した対価を受け取っているのがこの投資家の方々なんですね。じゃあ、この 1% しかいないビジネスオーナー何を受け取ってるのかっていうと、社会に提供した価値、その対価をそのままもらっている。自分がこう仕組みを作った、その社会をこれだけ良くした。これだけ多くの人がこれを、そのサービスを求めている、商品を求めている、その価値、社会全体に与えた価値をそっくりそのまま受け取っているのは、実はこの中でビジネスオーナーだけなんですね。で、そのビジネスオーナーが手に入れたものを、まあ、そのお金を、まあ、支援する力っていうのはお金なんですけど、お金を受け取ったらそっちに返しますよって言って、どんどん事業拡大しているという観点から、このレート R の方がまあグロースよりも大きいっていうことにを言ってるんですね。この区分をまあ考えているのはあんまりいないので、皆さんこれを覚えておくと、結構役に立つと思います。また次回はですね、これらの人がまあどういうふうに、実はどうしてこうなってるのかっていうのを、また時間があればシェアさせていただきたいと思います。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。 Yes!